よく変化球も低めに集まっていると。1打席にあるかどうか。引っ張った打球レフト線フェアになります。俊足の田中は悠々二塁に到達。先頭バッター出塁、得点圏にランナーを進めましたドラゴンズ。この後はクリーンナップです。岡田さん続きどうぞ。はい、イメージ通りに投げれてるので。そうですか、はい、坂本初球から打っていく。セカンド2年目の田中強肩さばきました。好プレーが出た。初回ドラゴンズもジャイアンツの打線3人で抑えています。坂本の初球打ち、セカンドの田中ジャンピングスローで好プレーが初回から飛び出しました。今日のジャイアンツドラゴンズの3連戦の3戦目です。いや、まず天野さん、この守備、はい、亜細亜大学の天野さん後輩であります。、はい、この田中ですが、はい、誇らしげな後輩ですけど、ヒットが出ていないという状態です。はい、鋭い当たりセカンド田中引きながら取ってさばきました。ツーアウト。いや、天野さん1回に続いて素晴らしい守備ですね。まあね、学生時代からね、評価されている選手ですから、鋭い当たり倒れ込みながらバウンドを合わせて、この本当に身のこなし方がカープの菊池のような。あ、やっぱりカープには詳しい大町さんですね。ブルペンから状態もよく、そのままマウンドでも投げることができていると。ここもセカンド田中が1、2塁間さばいてワンアウトです。